そそろそろ、ね、秋冬物も,も入ってきたので今日は確実にしれてみるジャケットを2つご紹介したいと思います。 はい、こんにちは、森下です。今日はね、秋物も入ってきたので、まあ、ちょっと気が早いんですけども、興味ある方も多いと思いますので、ジャケットのご紹介をしたいと思います。まずはね、タリアトーレから入ってきました。タリアトーレは結構納期が早いので、まあ、今ぐらいからね、秋物入ってくるんですが、それがですね、じゃじゃんこの二肩ですね。ちょっと僕も試着してみましたけども、かなりオーダー成功したなという気がしてますので、なくなるの早いと思います。気になる方は早めにぽっちり行っちゃってください。 まずね、一つ目のジャケットがこちらですね。グレンチェックみたいな感じになっている。黒っぽく見えますけど、ブラウン。ベージュにブラウンのラインっていう感じですかね。まあ、全体的な茶系のジャケットになっています。茶系のジャケットってネイビーとグレーに比べて着るだけでおしゃれに見えるので、すごくおすすめなんですが、その分ね、着こなしをちょっと悩んじゃう方もいらっしゃる。ちょっとおっさんっぽくなりそうみたいなところがあると思うので、まあ、その辺のところを気をつけて着ていただくんですが、タリアトールがいいのは結構ドロップってて、ここの腰回りとか細めなんですね。変にこうダボ したシルエットなならないクラシカルなものよりはもうちょっとモダンな形になっているのでこういうちょっと茶系みたいなおじさんっぽくなりそうなものでも着てもなりにくいっていうのとあとそもそも素材が少しだけ光沢感があるというかモダンな生地になっているのでクラシカルなデザインで茶色っていう感じでも全然おっさんっぽくならないのが特徴ですとは言いながらもう今っぽくですね少しこのラペルを太めにしてあったりとか、まあ、そういったところでトレンド感も入れてありますので非常におしゃれに決まるんじゃないかなと思いますこちらもグレーベースのグレー チェックになっているんですがよく見るとですねベージュ、ブラウン、ゴールドっぽいラインがウィンドウペン いいいう感じでで入っててるんすすよねこいつが効きます単純なグレーのねグレーンチェックだと少しこうスーツっぽくなってしまう感じがあるんですけどもこういう遊びのラインが入ることによってカジュアルからネクタイスタイルまで幅広く使えるというのと単純にグレーベースのジャケットとしても使える一方でブラウンの色目を拾って、まあ、例えばブラウンのネクタイをするとかブラウンのパンツと合わせるとかあとはちょっとこうゴールドっぽいネクタイと合わせるとかしてあげると色がここで拾う感じになって非常におしゃれに決まるんですね。かなり使いやすい と思いますのでおすすめの感じですブラウンのねウィンドウペンの細い線っていうのが意外に来てみると使えるっていうのがわかるんじゃないかなという一品になっておりますじゃ早速ねちょっと軽くコーディネート組んでみたいと思います 今日はね、まだ僕は夏の装いなんですけども、秋を意識した暗めの色にしてあるので、まずこの格好でね、ちょっと着てみたいなと思います。もうこれ完全に夏の装いなんですけども、ブラウンのパンツに、まあジョンスメドレーのイシスってやつですね。少しゆったりめのニットボロで着てます。まずこっちのね、グレーのウィンドペンですね。僕は今46で着てますけども、まあこんな感じで着てあげるとシルエット非常に綺麗で、このブラウンのチェックとこのブラウンのパンツのところがですね、同系色の色なんですね。こういったところってめちゃくちゃオシャレに見えるので、いいんじゃないかなというで これグレーの方ですね。 じゃあブラウンの方。この格好だとちょっとブラウンの方が僕は相性いいかなとは思うんですけどもブラウンブラウンで黒靴も黒なんで黒とブラウンのみで構成されている色味なのでガチャガチャしませんしちょっとシックで大人っぽいイメージに決まるかなという感じで決めてますニットポロね今自分も使いますけどももうちょっと季節進んで9月の頭ぐらいからですかねポロだけだとちょっとなっていう風になってくるとこういう秋冬のものをもう使い始めて、まあ、9月ぐらいはね半袖のポロにメガネあんまりこう夏っぽくないライトウェイトじゃないものの方がいいと思うんですけどもこういうウールの パンツにニットポロ っていうのを着てあげて、まあ、上にこう野球ものジャケットをまあ登場させるってやると、比較的この野球のジャケットも9月から使えればかなり長く使えますんで、便利じゃないかなと思います。素材感もどちらもすごい肝立ってる、真、まあ、冬向けみたいな感じには見えないので、色だけね、ちょっとこう野球っぽいトーンになってますけども、非常にこう9月ぐらいから長く使えるんじゃないかなと思います。カジュアルに使うならまず一つこういう感じですかね。次に、ね、タイドアップスタイルですね。もちろんジャケットなんで、テーラードジャケットで、まあ、そこそこの価格するもんなんで、タイルアップでね、しっかりと 使いたいいたたと思ままますすすすででで当りり前ですがばっちり決まります下はねジャブスアルキビオですダンテって僕が最近推しているシルエットのものなんですがジャブスってねご存知の方も多いと思いますがジャージパンツで有名なんですけども最近こういうドレスラインっていうのも出してましてこのダンテっていうのが非常にこう綺麗なシルエットのパンツになってますんでこういうタイドアップスタイルでも使えるしカジュアルにも使えるという素晴らしいパンツでボレリのシャツ襟が綺麗ですよねバッシュのネクタイと。 合わせてあげるるとと、まあ、仕事でも使える形かなとで同じくねタリアトーレからコートも出てるんでせっかくだからねちょっと羽織ってみましょうかちょっと今急物がいろいろ入ってきてるんでせっかくだからその辺を合わせながらちょっといろいろ見せていければなと思いますまず一つがこういうスタイルですかねこれもタリアトーレのチェスターコートですけども冬になったらこういう感じで靴下を履いてくださいであとは巻物とかをして歩いてあげると非常にかっこいいかなとあともう一個チェスターがあります こっちはネイビーのチェスターですね。皆さんもちろんネイビーブレーが多いかなと思うんですけども、やっぱり中がこうネイビーのものでネイビーだとメリハリがつかないんですけど、中こうブラウンのやつで上がネイビーとかってやっぱすごくかっこいいので、生地がね、ちょっとこう勤務をしてる。こういう感じでやってあげると、まあオシャレでゴージャスな感じも出るかなと。まあ一方でさっきのキャメルもね、金持ち感があるのですごいいいなと思うんですけども、お仕事だったらこういうネイビーとかでもいいかなと。グレーの方がもうちょっと真面目な感じが出ますかね。しっかりした感じ。ネクタイの合わせが違うの合わせとかかっこいいかなと思うんですけど、ちょっと今日はこれ 合わせますけどもっとネイビーベースとかでもいいかもしれないですねシャメルのチェスターと合わせてかっこいいかなと思いますちなみに僕はコート着ない時はジャケットの前あまり締めないで歩くことが多いですちょっと羽織ってる感じで歩いてコート着る時は前締めてあげた方がつなぎ目の意識ってよく僕いいんですけどもシャツから着ないコートって見えるよりはシャツジャケットがあってのコートの方がかっこよく見えますしあと色がうまくね3色見えてくれた方がかっこよく見えるので前締めることが多いですこれ着こなしのコツです あとね、個人的には去年ぐらいから押してるコーディネートとして、ジャケットにまたダウンベストをですね、これは昔はよく流行ってたんですけど、最近ちょっと下火になってた着こなしなんですが、またちょっとこういう感じも新鮮だなぁと思っていて、まあ、ダウンベストがね、最近また売れるようになってきていて、そんな安くないものをどう着回していくかって中に、まあ、ジャケットの上から着るっていうのはもう一回やってもいいのかなという気がします。コツとしてはシンプルな、ちょっとドレスつらしたダウンベストでもいいんですけども、スポーティー感であって、可愛いものっていうのを、あえてこう外し合わせてあげるっていうのも、 くていいのかなと思いますんでかっこいいと思いますこれもヘルの新作のダウンベストですねダウンが薄すぎるものっていうのはちょっとジャケットに負けてしまうので、まあ、やめた方がいいかなと思うんですねこれぐらいちょっとこうボリューム感のあるものでアウター感の強いものの方がいいとは思います、まあ、そういったものを合わせてあげてください突然の真冬スタイルなんですけども冬になるとジェジャーの方々ってこういう格好もされるかだなと思うんですよねの一年ぐらいから僕がすごく激推ししているボレリオの茶道ですねちょっと腰回りゆったりしてテーパードパンツこういったシルエットにニットってもう抜群の相性ですよね大人のリラックス スタイル直接コートでもいいんですけどもコートを着る前ぐらいの段階でジャケットで少しクラス感を。 足してあげるという感じですね僕は本当こういう感じすっごい好きなんですけどもまあタートルネックにジャケットでゆったりしてるんだけどゆったりしすぎないパンツワイドテーパードっていうんですかね本当に大人じゃないとなかなかこれできない格好ですよね若者がこれするとやっぱすごく浮くんでだんだんこうちょっと錆びてきたぐらいな年になってやると一番かっこいいのかなと思うんですけどもジャケットで少しだけこうクラス感を入れてあげるっていう着こなしこういった時にグレーンチェックだったりとか少しこうベージュが入ってるっていうのがめちゃくちゃ効いてくるんですねスーツのジャケットみたいなのを持ってきちゃうと ちゃうんですけどもちょっと遊びのある感じのものちょっと色気のあるものっていうのがタリアトーレ得意なんですがそういうのを持ってきてあげるとすごくこうすんなりとはまるかなとちょっとブラウンの方も着てみましょう。 大好きです、この感じ。ダークトーンなんですけど、実は黒にブラウンのニットなんですね。ブラウンのジャケットということで、近くで見ると非常にその色のトーンがおしゃれな感じに映りますよね。これで下を例えばネイビーの、ダークネイビーなんか持ってきて、まあアズーロエマローレみたいな色合いにしてもいいですし、この黒とブラウンのみっていうのも非常にモダンな感じに映るんでいいかなと。ここでこうジャケットが昔ながらのクラシカルなボックスシルエットってなっちゃうと、非常に難しいファッションになってしまうんですけども、タリアトーリはそのような形のね、シルエットが非常に設計が綺麗 なので問題なくこなせるかなというふうに思いますこれで巻物なんかして歩いてあげたりしたらすごいかっこいいかなとお勧すすめしたいなと思います まずはタリアトーレから先行して到着した2着をご紹介しました。これは大成功モデルだったなと思いますが、これからもね、タリアトーレのジャケットに限らず、ラルリーニだとか、どんどん入ってきますんで、ぜひね、ジャケット、そろそろチェックし始めてください。かなりいいものはすぐなくなりますんで、お早めにお願いします。これからもね、テイラー造系は得意ですので、こういったジャケットの紹介なんかもどんどんしていきますから、大人のファッションをやりたい方は、ぜひ登録の方よろしくお願いします。あと、この動画のいいねもお願いいたします。ちょっと YouTube だと少し小さがあるんですが、僕のインスタグラムの方は比較的入 入ってきたらすぐ撮影してすぐ登録みたいなことしますんで、より早くですね、新着情報を知りたい方は、僕のインスタグラムの方の登録もお願いします。mino5 というアカウントであっております。それではまた次の動画でお会いしましょう。森氏でした。バイバイ。 ついでに紹介しちゃおうのコーナーですとていうかまあ秋物がいろいろ入ってきてヘルノのジレとかジーニックのジージャンとかこれを一個一個紹介していこうと思うとじゃあ来週ね再来週ねってなっていっちゃうんでトピック的に紹介したいなと思うものを今ここでこの格好に合うやつをね着ていきたいなと思いますボレリオのこのテーパードパンツにタートルネックニットっていうのが組み合わせ大人っぽくていいですよねって言ったんですがこれのメリットはジャケット系もいけるんだけど少しこういうカジュアルアイテムで合わせてあげてカジュアルダウンでも大人っぽく決まるっていう っていうのは一つメリットかなと思いますず、まあ、ねちょっとこれは紹介したいなと思ってたのはこの G ージャンの方がすっごい人気で毎シーズンすぐ完売したやつなんですけどもそれのねカシミヤコンのモデルが でましたすごいしっとりした生地ですねジージャンを合わせたいんだけどカジュアルにしすぎたくないなって時に使えるアイテムですね初めは僕こっちのジージャンの方でいいと思うんですけどもまあもうすでにこのジーニック持ってる方も多いと思いますんで冬のジーニック欲しいなって方はちょっとこっちのカシミヤのモデルも検討してみてください <laughs> 大人のジージャンの着こなしっていうとまあこういう感じかなと思うんですけどもすごいカジュアルに使うというよりはドレススタイルに外しとしてカジュアルアイテムを入れるっていう使い方でこのジージャンを合わせるっていうのがかっこいいんじゃないかなこの なんでそんなに受けてるかっていうと袖の付け方とかですねそういったのがテーラージャケットと同じような作り方をしてるんですねだからまあこういったドレスアイテムとの相性もいい感じだと思いますあとはじいざんを中に着てコートをバサッと着るスタイルですかね非常にかっこいいんじゃないかなと大人っぽいですよね タマムシ色の S のトレンチ構造ですけどもかっこいいかなと思いますあとこれも結構早いタイミングからなくなっちゃうやつなんですけどもヘルノのジレですねダウンジレっていうんですかねジレの形しててこじゃれてるんだけどダウン入りなので気温調節とかに最適なんですよねニットの上にこうやってさらっと着てあげてもかっこいいですしジャケットだけだちょっと肌寒いなって時にジャケットアウター代わりにして着たい時とかですねインナー代わりにこうやって使っちゃうという感じですかねすごい細身ですっきりしてるんで全然ジャケットのシルエット壊さないんですよね後ろとか見てもらってもかる あると思うんですけども今日本の冬ってね寒くなると一気に寒くなりますけど年内ぐらい12月いっぱいぐらいまでそこまでごめんなさい東京エリアですけども寒くないじゃないですか電車とか乗ったり車とか乗れちゃったらこれで行けちゃうからこの辺の事例もね結構早めになくなっちゃうんでチェックしていただきたいなとこれやりだすとすっごいいっぱいあるんで1時間ぐらいかかるんで今日はこれぐらいにしときますまたねやりたいと思いますけども、まあ、おまけコーナーも引き続き見てください